反対したんですね。これを作ること500円みたいな。それはね、実は結構怒られたんですよ。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。うっす。普段よりちょっとテンション低めな気がしませんか？ちょっとテンション低めなんです。頑張っていきますね。最後まで見てやってください。今日の動画がですね、面白かったなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook の方もやっております。よかったらフォローしてやってください。こちらもよろしくお願いします。本日のテーマはですね、着メロコレクションを語ってみる。着メロコレクションって聞いたことないやないかっていう人が多いかと思うんですけど、その昔ですね、カプコンで出した携帯電話のね、着メロっていうやつあったでしょ。あれをゲームセンターでお金を払ってダウンロードしますっていう、そういうサービスなんです。で、ついでにですけど、待ち受け画面の、画像もダウンロードできたんじゃなかったかなと、ぼわっと覚えてます。だいたい、着メロコレクションっていうのはゲームセンターの入り口付近に置いてあったんですけど、それは、新しい曲なり画像なりを筐体の中に組み込んでる PHS、 懐かしいでしょ。 PHS を介して、アップデートする機能がついてたからです。つまり PHS の電波が入りにくいと言われている、屋内に置くと、ダウンロードできなくなるので、できるだけ、店の外もしくは店の外に近いところに置いてねというルールになってたみたいです。お前がアーケードゲームの、担当だったんだからぼわっと覚えてますみたいな話はおかしいだろってぼちぼち思われてると思うんですけど、そうなんです。実にこの辺記憶が曖昧でしてですね、かなりぼわっとしか覚えてないです。理由はいくつかあります。僕が年食ってるからとか、僕がボンクラだからとかってあるんですけど、それ以上に大きいのは、この着メロコレクションは僕の担当外だったってことです。で、なんで担当外なのかっていうとですね、本来なら僕も一ちょかみしとかなあかん案件なんですけど、これ取締役会で反対したんですね、これを作ること。しかもね、結構強く反対したんですよ。これは売れないんでやめませんかっていうふうに僕が、意見をさせていただいてます。で、それは、当然却下されたわけですけど、却下されたから商品化されてるわけですけど、反対した理由とかもちょっと聞いていただきたいなと思ってます。もともと思ってた方向に商品は開発されたんです。携帯電話の着メロをダウンロードする機械です。携帯電話の着メロっていうのは、携帯電話でもダウンロードできるんですよ。携帯電話って、言うたらオンラインじゃないですか。常に電波があるところであれば。で、月額100円払えば3曲までは取れて交換できますみたいなサービスがあったんですね。着メロコレクションっていうのは1曲200円なんですよ。いいですか。1曲33円で取れる携帯電話の着メロサービスと、わざわざゲームセンターの前まで行って200円で1曲取れるサービスと、競争力が違いすぎませんかっていう。需要がないですよねっていう。で、それはユーザーはアホやないんですぐ気づくと思うんですよ。わざわざゲームセンターまで行ってやらんでも、そこにあるからやってもいいんですけど、それ以上に、電車で移動中でもいいし、自宅で寝る前でもいいし、どのタイミングでも着メロを変えられるわけですよ。それをわざわざこの焦らされながら、ブラウン管、タッチするブラウン管だったんですけど、ブラウン管に出てる曲をこう選ぶっていう作業をするでしょうかっていう。それせんでしょ、ついもさんっつって、だいぶ反対したんですが、これ、肝入りで、
号がかかってしまいました。でその時に一応僕の舞台は手伝いませんよっていう話をしたんですが、まあ、僕の舞台ってのはその、まあ、アーケードの開発やってる舞台手伝いませんよって、まあ、別にいいわけですよね。サウンドのチームはちょっとその譜面書いたりせなあかんから使うよ、それいいよと。でほとんどは企画とかは、こんな風なユーザーインターフェースにしようかとかいうのはもう全部そのメカトロっていう部署があってですね、その部署の人たちがやりますよと、分かりましたってことで、作ったわけです。で5000台製造しまして、それ5000台ゲームセンターに最初にぶち込んだんですけど、これあのお得意のリースってやつですね。まあそれ買ってくださいって言ったら買ってくれないし、こちらもずっとサービスを続けなければいけないので、新曲を作るとか新しい待ち受け画面の絵を描くとかっていうことをしなければいけないので、ランニングコストがかかります。でなると売り切りだとちょっと都合が悪かったんでしょうね。でリースってことになりました。で多分ですね、初週とか結構いい売り上げ上げたんちゃうかなと想像してます。これなんで思いますっていうかですね、記憶ないじゃないです、僕のところにはその売り上げが上がってきてないんです。で、多分良かったよなと思いますけど、まあ1ヶ月も経てばもうびっくりするようなインカムになってると思います。1ヶ月で僕のイメージですよ、1000円はいってないと思います、1台あたり。1000円ってことは半分の売り上げだから、多分ですよ、折半だったと思うんで、当時500円みたいな。で筐体作ったコストとかランニングするコストとか計算すると、とてもじゃないけどやっていけないっていうことになりますよね。なので、まあ、見事に撤収することになりました。こっからちょっと問題で、着メロコレクションの筐体が5000台あるんやけど、岡本くんこれマーケティングの機会に使えやって言われたんですね、会議で。まあ、僕の答えは、まあ、使えないですというふうにお答えさせていただきました。で何言うとるんやと、世の中に5000台も出回っとる機械を使いわけないやろがみたいな感じで、こうちょっと怒り口調で言われたんですけど、まあ、僕的にはここは受けるべきところではないと思ったので、使いませんというふうにきっぱりとお断りさせていただいてます。まあ、そんなのもあってですね、ここのタイミングからちょっと杉本さんと仲悪くなったんですよね。でずっと悪かったわけじゃないですよ、ここのタイミングからちょっとその後のしばらくまでは、仲が悪くなったんです、仲になったんですけど、そこはやっぱりそのオーナーの思われてる通り、分かりました、じゃあそれマーケティングの機会に使ってみますっていうふうに言ってもいいんですけど、僕的にはかなり深く考えましてですね、受けた以上は僕の責任になりますと。でましてやマーケティングの機会にっていう言葉は、多分マーケティングを理解されてないので、マーケティングリサーチぐらいのつもりやったんちゃうかなと思ってるんですね。もしそれがマーケティングの中にプロモーションも含まれてないと、俺なんか声かけなくて広報室とかにかけて、ここになんすかね、ミュージックビデオみたいなプロモーションビデオを延々流してるだけで、上手にプレイしてる動画を流しますみたいなことで延々やって、それがこう看板、ゲームセンターの看板になるからええんちゃうかと、なんかこの店にはこんなんか入っとるぞみたいなのが延々流れますみたいな意味のマーケティング、プロモーションですね、に使えられたらどうやみたいなことにもなると思うんですけど、その場合はスクリーンがね、これぐらいの角度で、これぐらいの角度なんですよ、こうだったからなんですよね、まっすぐ前に、まあ、道行く人がパッと見た時にあっていう風にならない、こうなってると見えないんですよ。なのでその筐体はまあ使えない、あと着メロをダウンロードするためのモニターからちっちゃいんですよね。でそれをやりたいんやったら、ゲームセンターにポスターの代わりに大きなテレビを無償で配って、そのテレビに自分ところの動画をループして流すみたいなシステムやったら、お何々入ってんねや、やっていこうかみたいなことになったと思うんですよ。でもそうやないんで、まあ、僕的にはまあサイズ的にも斜めになってるとしても、店側のメリットからしても誰もウィンにならないので、これは、まあ、少なくとも客と店がウィンウィンにならないので、僕ら側はメーカー側はとてもじゃないけどそれを
頑張って改造したからといってお金になるとは思いませんということで、まあちょっと無理だと思いますという断り方をさせていただいてます。で、それはね、実は結構怒られたんですよ。会社の資産をちゃんとこう使わんとあかんみたいなこと、また別口で叱られもしたんですけど、とはいえ僕が反対したものをやられたのを尻拭いはよろしくないなと思ってると、僕のポジションで言うと、その5000台分のそれを引き受けて、マーケティングがうまくいかなかった場合、今度僕が責任を取ることになると思ったんですよね。まあ過去にそういう人が一人も前にいなかったとは言わないです。諸先輩の中でそういう方もおられましたということで、僕はそこはちょっとその地雷は踏めませんということでですね、まあそういうのは言ってないですよ。まあちょっとこれプロマーケティングで使えませんって言い方をしてますけども、お断りさせてもらってます。で、まあ結果どうなったか知らないですけど、そんなに長い期間かからずにゲームセンターから全部消えました。で、5000台の機械がカプコンは松原に専用の工場とか倉庫を持ってたんですが、当時伊賀上野に持ってたかもしれませんが、そんなところにわーっとこうそれが返ってくるわけですよ。5000台ですよ皆さん、5000台売ったもんなら返ってこないですけど、リースやったら返ってくるんですよね。5000台置くって考えてください。なんぼちっちゃい言うたってですよ、500台でもえぐいでしょ。だからどうなったか知らないけど、それが山積みになってるのは見たことないので、廃棄処分したんちゃうかなと思ってます。まあそういうですね、経営の、失敗っていうのは過去にいっぱいしながらも今のカプコンっていうのはあるので、勢いがある時はこうアクセルを全力で踏むっていう辻本さんのいいところが出て、ダメな時はそのダメでもアクセル踏んでまうっていうダメなところが出てしまうっていうねことなんです。で、この案件で皆さんに覚えていただきたいのはですね、2つです。1つ目が、需要のないものをいくら上手に売ろうとしても、リースしようとしてもそれは売れませんと。需要が必要ですよってことですね。マーケット見ましょうってことです。で、2つ目がですね、オーナーの過去の成功の記憶っていうのは次の商品の失敗につながりますよと。辻本さんはスペースインベーダーのリースですごく成功されて、ゼロからアイレムっていう会社を立ち上げたんですね。もうすごく大きい会社だったんです。で、そういう成功の記憶っていうのがですね、後々自分の首を絞めます。後輩たちの首を絞めることになるので、記憶はあってもちろんいいんですが、それを代表取締役っていうポジションからの圧力をかけるのはよろしくないかなと思います。で、皆さんの会社にもいろいろこう理不尽なこと言われることはあると思いますが、ご自身の立場をよく考えた上で、受けた方が得か、受けたら大損なのかということはですね、皆さんで判断しながら、それのお仕事を受けるか受けないか決めた方がよろしいかと思います。ね、サラリーマンやってると言われたらやらなあかんみたいな思ってあると思うんですよ皆さん。でもそれは踏んだらあかんねんいうところが必ずありますので、そういうところは抵抗してもいいかなと僕は思っております。ということでですね、今日の話はここまでになります。最後まで見ていただきました本当にありがとうございました。ということでここまでです。バイバイ。